広沢が今日から一軍の練習に参加しています。頭の格好変えましたね、この男。そうですか、ええ、そしてですね、ええ、ヤクルトの方はあの川崎、そして山田が今日登録となりました、戦力になりますね、そして期待のルーキー石井博俊というサウスポーのピッチャーもそろそろ一軍かと、そうですね、山田も来ましたしね、さあそのヤクルトの先発ですが田畑でした。初回の巨人トップの高村2エンド2から打球がレフト方向、これはね強いレフト線のヒットですよね、これは左バッターの見せ場なんですね。あ、このヒットは、はい、独特なもんです。ツーベースです。河合が送ってワンアウト三塁、松井初球から行きます。ちょっと差し込まれてるんですけどね、まあだけど力でボールを振り抜いたという感じは受けました。松井の先制タイムリー、さらに4番の落合ワンツーからのカーブ、これが501本目。まあ昨日の余韻が残ってるということと、甘いボールはすかさず打つ、さすがだなという感じを受けましたね。さすがの落合、バットにボールをパーッと乗せてましたね。あ、なるほど、ツーランホームラン、巨人が初回に3点を先行です。さあ巨人の先発ガルベス、立ち上がりのピッチングをご覧いただきましょう。今日のガルベスはね、立ち上がりいいぞと思いました。あ、そうですか、特に今、シュート飯田が打ちましたけどね、このシュートが抜群だったんですね。この守備も気合入ってますよね。そうですね、それでね、ヤクルトがね、初球初球とファーストストライクをどんどん打っていくんですね。そうでした。1、2回7球ずつで終わりましたからね。そうでしたね、飯田、稲葉、辻と打ち取りますガルベス。さあ2回の巨人です。ワンアウトから8番の村田新一、初球このホームランが実に貴重なホームランだと思いましたね、1回の3点は簡単に取りましたね、この後は楽しちゃうかなと思いましたら、この4点目このホームランは実に大きいです。そしてびっくりしたのがガルベスの一発、これみんなびっくりしますよね。今日の、ね、ホームランの中で冗談ですもん、このホームランが一番いい当たりだった。まあ、本人は生まれて初めて打ったって言ってましたね。あ、そうでしょうね、高めのボールは強い、びっくりしますよこれ。ベース一周回るんで、鳥になった気分だって、そうでしょうね、言ってました。さあガルベススイス行かせてたまるかと、オマリーが5回に一発、ガルベスがね昨日勝負したんですよ、だからオマリーが根付きそうでしょうね。あ、そうですか。ものすごい気合入ってましたこの打席。第12号のソロ、さらに続く5番の畑、これは外の高めですが、これはうまいんです。畑の巨人戦にももちろんいいんですけど、レフトへね、高村と一緒に流すのうまいんですよ。新しいツーベース、古田のセンターフライで畑が三塁に行っています。ワンアウト三塁、池山三遊間突破、4回までガルベス完璧だったんですよ、5回になって急におかしくなって、オマリーに打たれたから。どうしちゃったんでしょうね、やっぱりちょっと動揺したんでしょうね、さあ3点差としたヤクルトが6回から川崎を投入します。川崎出てきましてね、故障上がりですよね、低めにねやっぱりうまく放ってましたね、去年の日本シリーズ以来の登板です。そうですね、ところが落合にヒット、ツーアウトから清水にもヒットを浴びて、ツーアウト二塁一塁、もうこれ以上点はやれません。やれませんね、巨人はここで取りたい、取りたい、この1点がね実にねどっちへ左右するかわからない貴重な点なんですけどね。西はセンターフライです。今日のピッチング見てましてね、川崎短いイニングなら戦力になる、こういうふうに思いました。そうですか、さあしのいだ川崎、7回です。この回先頭村田、今日2本目、ワンエンドワンから低めの球ですよね、低めですけどね、村田が一番打ちやすいホームランボールは村田あそこなんです。あ、そうですか、大きな大きな1点が入りました。さあガルベス完投目前、9回2アウトランナーなし、畑ここで一発、これね本当に強いですね、巨人戦でもこれ以外言うことないですね、畑に一発を浴びましたガルベス、しかし気合十分、今日のピッチング、その後の古田をショートゴロ、今日はガルベス106球という、ナイスピッチングでした、ナイスピッチングでした、完投勝利で8勝目、結局6対3、巨人このヤクルト3連戦3連勝、ヤクルトは今シーズン5回目の3連敗です。